のイベントをやることになりました。どうぞ最後までよろしくお願いします。ではトップバッターは私と同じ日本プロ麻雀連盟所属のシャンシーヌ山脇ちふみちゃんに歌ってもらいたいと思います。エブリーリトルシングさんで出会った頃の4東京事変で群青日和。はい、次は皆様お待ちかね東条梨央登場ということで、この衣装はあれっすね、歌の祭典。あ、そう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 、のカラオケのあれ以来で、もう多分、うん、今後の人生着ることないなと思って、ここで使うとか、あ、焦げ着れるやんと思って、なんか、はい、ジュリエットみたい、和製ジュリエットね、懐かしい、はい、ミスパーフェクトっていう今通りになってるんですけど、その前が和製ジュリエットっていう、はい、めちゃくそダサいのに、いやだってジュリエットみたいなもしょうがない、いやでもさ、和製ってつけた瞬間急にダサみが増しちゃって、和製じゃなくてよかったね、そう、高田くんなんで千の言葉。これただのライブじゃなくて、うん、夏の魂のなんだっけ夏って先言っちゃったから魂の夏祭りなんですけど、魂の夏祭りなんですけど、ね、で祭りなんでちょっとね、うん、ここからイントロどんどんコーナー行きたいと思います。ドローイング全然わかんない、嘘でしょ全然わかんない、今なんか猫通ったりピアノの上猫ちゃちゃんって通ってたそんな感じもうちょいいいですか。これはおお、まあ、そうだよねこれはノーカウントです。先に答えられたのでなんで言っちゃうの。じゃあなんで言っちゃうのじゃあ続きお願いします。ゴッド弾いた時の曲ってこと。あ、そうですそうです。全然覚えてないわ私。これは当時テンション上がる曲って感じでしょうね。ドローイングということで、じゃあ呼び込んでみましょうか。出ました、まあ、ドローイング。お、姫どうぞ登場しました。お、なんだその衣装、なんか FF みたいになってきた。あー、よく分かってくれた。FF そう、ね、そうなの、完全に私 FF の衣装で、うん、しかもこれも天通ね。あ、これ天通誰天通のユーナの。あ、ユーナこれだっけ。そう、あ、そう、でも全然違います。もっと本当はなんか、うん、もっと胸元グワーなってるし、うん、ここら辺うわーなってるし、うん、全然違うんですけど、まあ、でもなんか FF っぽさは出てる。あ、出てますね、うん、あ、ていうかさ、本日初披露。あ、そうなんですよ。え、生まで聴けるのは初めて。あ、そうですそうです。あ、なんかあの前 PV の、あの撮影をしたんですけど、その時、あ、 PV の撮影来てくれたっていう方いました。え、何それ。あ、そんなのあったんだ。あ、じゃあもうみんな来た人は歌覚えてるじゃんね。覚えてくれてる人は覚えてくれてるし、あのこの歌聴いたことあるよっていう人います。あのドローイングの M っていう。ありがとう。
あ、でも結構、結構聞いてくれてる。あ、じゃあ、初めましての方、今日覚えてってもらえれば嬉しいです。はい、ということで、どうですか？いいの？イエーイ。いいの？最後だから立っていいか。あ、全員？あ、ぜひ、皆さん。立ち見です。もうみんな疲れてるかもしれないけど、はい、あのみんな脇から見てね、脇からライブ感を話してめっちゃいい。ノリノリでじゃあ行ってもらいましょうか。じゃあちょっと紹介しますか。はい、ギターのメモタンです。
ドローイング。いやこれ3人にいてもらう予定がなかったから急遽いてもらってポーズをねやってた。そうポーズも。そう見た見えた後ろの人とか見えた。一応全チームの見えた。全チームのポーズやってたのこれこの歌はねサビで。座っても大丈夫だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当みんな立ってもらって。いやなんかねそう。いるつもりなかったんだけど、いたらいたら楽しかった。あ、よかった。はい。はい、じゃあ、感想をね。はい。っていうかさ、最後の戦うみたいな詩があるじゃん。はいはいはい。なんかあそこで泣きそうになったわ。小瀬さん、大丈夫？なんか涙もろい。情緒が、情緒が心配。なんかやっぱさ、そう、なんかさやっぱ麻雀プロって結局常に戦わなきゃいけなくて、まあそうですね。なんかねその戦うよとか頑張ってるよみたいなの、うん、なんかリオちゃんが歌ってるの聞いて、あ私もだしリオちゃんもだしもチームもだし、私が泣きそうなんだ。なんかよくわかんないけど、うん、なんか。これもうこの歌を作ってくれた人が本当にもう M リーグ大好きで麻雀大好きな人だから、もうすごいこの私たちの思いを汲み取って歌詞にしてくれてるっていうのがすごいあって、ね、本当、ね、うん、もう皆さんもね、ちょっとリオちゃんが今回はね、まあ、1年だけかもしれないし、まあ、この先は分かんないですけど、みんな多分ショックだったし、これからもね応援してると思うけど。ね、こんなに M リーグに愛を持った歌歌ってるのにね。そうなんですよ。確かになんかどの面下げて歌おうみたいな。でも逆により一層泣ける。あこの思いが泣けるね。もうじゃあ、まあ、M リーグ全体の応援ソングとして、そうだね、もうみんな歌ってください。で、ね、うちらを泣かしてください。私はもうマジでなんかよくわかんないけど感動した。歌詞めちゃくちゃ、ね、感動しました。めっちゃいい歌詞だった ね、 ね。いやでも戦わないといけないからね私たちは。でもそう別に私なんて M リーグ1回も選ばれてないけど、でもやっぱ戦わなきゃいけなくて。でも本当に大変、最強戦もあるし、最強戦もあるし、もう生きるの大変だけどみんなで頑張っていこう。ということで、はい、いかがでしたでしょうか。宮地コゼプレゼンツ魂の夏祭り、楽しかった人。おお、ありがとうございます。はい、今後の漫談会をエンタメで盛り上げていくべく引き続きやっていきたいと思いますので。あれ、ね、マジグダグダなんだわ。最後までグダグダですけど、またね、楽しい企画やっていきますので、みんなぜひ次回も参加していただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ドローイング。改めて今日は小杉さんプレゼンツの、はい、はい、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかやっぱまとまりありましたよね。日に、まあ、回を増すごとにすごい良くなってるなと、ね、イベントが良くなってる思いました。でも初めてだった2人どうでした。確かに楽しかったです。緊張しました。気持ちよかったです。気持ち良さがやっぱ気持ちよすぎる。最後のあれも良かったですか。みんなでステージ予想予定になかったけど、そうみんな一緒にやっぱね、なんかそのリハーサルでやってたことを本番でそのままやらずに、うん、もう結構その場その場でやってたのがすごい良かった。それもよくやったと思わない。やったよね。やっぱ対応力あるんだ。対応力、いやさすがすぎる。みんな立ってもらったのがライブ感って良かった。あ、そうだね。あれもだから本当はもうちょっと違うあれだったんだよね、うん、なんだけど突然メンバー紹介始めるし、あそのパターンでいこう。だからここでこう吉野君と目合わせてやるっていうのも気持ちよかったし、でみんながいてくれてね、気持ちよかったし、楽しい、よかった、まあ、よかった、じゃあ成功ということでいいですか。成功です。もうはいです。で俺後ろから言いたかったの、 M はM リーグで言ってたけど、うん、いや宮内さんの M が入ってるんだよ。それは言いたかった。マオニムの M も。あ、入ってるの。急に入ってくるよ。山の M。みんなの M。入ってる。みーの。みんなの。みんなの M。次回はね、どんなイベントになるのか。ね、またぜひ。好評だった。また、ぜひ次回も皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。